皆さんどうもこんにちは、プラキチです。はい、ということでね、今日はね、何を起こすのかっていうと、はい、この HG ガンダムデスサイズヘルカスタムですね。うん、このキットはね、あの OVA、 うん、あのエンドルスワルツの時に、まあ、発売されたキットで、まあ、えれこのね、エンドルスワルツが売れてさ、うん、劇場公開もされたんですよね。うん、あの、3巻あったんだけど、エンドルスワルツって、その3巻をつなげて劇場版になりました。まあ、ほとんど OVA と内容は変わんないんだけど、あの、ドロシーが出たりとか、ほんのちょっとだけ、新作カットがね、数分ありましたね。でね、あの、劇場じゃないと買えない、クリアーバージョンのプラモもあって、俺買えなかったんだけどね、速攻売り切れて。うん。まあ、当時のね、ガンダムウィングのね、人気っぷりすごかったね。あの、そもそもテレビアニメ放送当時から人気がすごかった。あの、なんだろう、女の子の食いつきがすごかったんでね。5人が全員イケメンのね、美少年でね。うん。で、声優人気もあって、あの、平成ガンダムの中で多分、ズバ抜けた人気じゃね。うん、ズバ抜けた人気なんですよ。平成ガンダム、うん。あの、V、G、ウィング、X の中で、ズバ抜けた人気があったのが、ガンダムウィングで、そのガンダムウィングの登場キャラクター5人組ね、うん、主人公5人の中でダントツ人気だったのがこのデュオなんですよ。デュオマクセール、うん、もうね、人気ナンバーワンで、ついでに機体も、この機体もね、うん、あの中学2年生あたりの男の子が好きそうなこのデザイン、うん、中二病満載のこのデザインのデスサイズヘルも多分一番人気、うん、っていうくらい、まあそのなんだろうな、パイロットもメカもどっちも人気あった。うん。もうダントツ。で、その成果とは知らんけど、未だにゲームだとね、結構優遇された扱いを受けてる。うん。ゲームだと結構優遇されてるの、未だにね。うん。高いんだよ。うん。当時価格1000円ですね。安くね？ 1000 円って安くね？ 1000 円。安いね。うん。これまあ、ぶっちゃけね、あの、HGUC で、あの、出なくていいです。うん。こんでいいです。うん。なんでかっていうと、出たもどうせプレパンだし、出たもね、どうせこんなになっちゃうんですよ、どうせ。どうせこんなわけのわかんない体型になっちゃうんですよ、これ。わけのわかんない体型。見てこの体型。なんだこれと思ったもん。うん。でもこれはね、あの、テレビアニメに準じてるんですよ。うん。テレビアニメに準じた体型してくれてるんですよね。うん。最近さ、カトキ版ってさ、もともと細いのにさらに細くなっちゃってんじゃん。さっきのデスサイズが細いだけど、ちょっとあの、度を超えちゃっててさ、これでもバランスよくね？うん、ほんとテレビアニメの感じでさ、うん。だから最近これ何版なのっていうくらいこれ、なんかガリガリでね、胴体も、やたらちっちゃくてさ、なんなのこいつって、これ何版なんだよこれっていう、最近のディスサイズはね。これ何版ディスサイズなのみたいな感じで、まあ、ね、買えなかった人には申し訳ないけど、変でしょって、これ。ね。じゃ、こっちいい感じだね。ちょうどよくね、この体型でさ、これ欲しかったよね、まだ。うん。まあ、一番は大河原版なんだよ。大河原先生。大河原大先生版の体型、こういうさ、マッシブな感じでも欲しいんだけど、どうせ大河原さん版はね、出してくんねえから、絶対にね。うん。バージョン片木もいいけど、バージョン大河原も出してくんねえと思うんだけど、なんなんでしょうね。なんでこのバージョン大河原版を出さないんでしょうね。別に出さなくてもいいけど、あの、このシリーズ、旧100分の1再販してくれよ。だったら文句言わねえけど、再販もしねえわ。あの、バージョン大河原版も出さねえわ。何も出さねえのかよ。全部片木版かよっていう。片木版がダメとは言ってないけど、あの、これ何版なのこれ、カトキ版なのよくわかんないよ、これ。誰版これ。このわけのわかんないデスサイズ。あの、俺、デスサイズ一番好きだからさ、あの、ウィングの中で。あんま、ね、これって終わりじゃないよね。出してくれるよね、そのうちね。これだったら、別にこっちはいいからね、俺の中だと、まだ。ああ。もうなんだもう、28年前のだけど、28年前のかもしんないけど、こっちの方がいいからね、まだ。うん。まあ、そんな感じでね、文句ばっかり言ってる人、中に見てきましたね。うん。ほんと当時のね、ウィング術すごかったね。すごすぎて、なんか G ユニットっていうわけのわかんないものをね、うん。ガンダムウィングのなんか、
なんか、なんだろう、外伝みたいな、うん、G ユニットっていうのを作ったけどね、もうダダ滑りしまして、もうあれ黒歴史になったんですね。うん。そんな黒歴史の G ユニットも今ではね、プレ版で出せばすぐ売れちゃうぐらい人気があってね、そういうわけでわかんないですね、はい。あんなんでもいいんだと思っちゃって、あんなんでもって言ってますけども、うん。パーツのね、構成、全部合わせ目こすじ全開。はい。合わせ目全開。うん。合わせ目なんて気にしてくれてません。まあ、当時だからしょうがない。まあ、HGUC が出る前だからさ。うん。でもなんか HGUC のひな形、まあ、奈良くんの時にも言ったけど、HGUC のひな形です、完全にもうこれ。うん。これで技術検査したから、HGUC はね、まあ、あんだけのね、クオリティで出たんじゃないかなと思います。うん。もう全部、まあ、モナカキット。うん。で、これ当時珍しくね、100分の1が出てから出たんですよ。144が。普通さ、144の後に100分の1じゃん。違うの。いろいろちょっとウィングとか複雑でね、事情が。うん。もともと100分の1のキット。うん。なだく、ウィングゼロ、トーリクス3が出たんだけど、もともとね、3つで終わりのはずだったんですよ。うん。なだく、ウィングゼロ、トーリクス3でシリーズ押し放ちだったプラモ。ところが、人気が凄すぎて、うん。その後に結局、デスサイズ、ヘビーアームズ、サンドロックが100分の1で全部ポンプされて、しかも、それでとどまらず、サーペントカスタムまで出ちゃうっていう超異常事態、当時。超、超、超異常事態。うん。で、当然のように、その後じゃあ今度144も出すぞっつって、144全部出たからね。うん。サーペントも。全部出たから。もう異常事態もいいとこだったこ、当時。スーパー異常事態だったこれ。うん。量産機が HG で出ちゃったんだぞ、だって144も100も。どっちも。しかも、それだけじゃ来たはず、メタルクリアバージョンとかも出ちゃったんだ。もうどんだけ人気があったかってわかる？ウィング。うん。完全にウィングの人気にやられちゃって、X なんてもうほんと、蚊帳の外ですよ。だからね、ウィングと X の関係ってちょっと似てるのが、仮面ライダー電王と仮面ライダー牙、あの関係に似てるよね。仮面ライダー電王が売れすぎて人気が出すぎて、その後の牙がなんか全然影が薄くて、誰にも構ってもらえなかったみたいな感じで、ウィングと X もそうで、ウィングが良すぎて、ウィングに未練が残りすぎてて、X が全然人気があんまなかったみたいなね。うん。って感じでね。はい。なんかウィングと X のその砂金上の関係が俺、仮面ライダー電王と牙の関係にちょっと似てるなっていう。前作が偉大すぎて、その次の砂金の肩身が狭いっていう。うん。まあ感じでね。これも多分なかなか再販されないからね。これ皆さんこれ、顔面言ってたらすぐゲットした方がいいよ。絶対今ね、わけのわかんない体型で出されるより、絶対こっちの方がかっこいいから。まあ確かにいるわけだから、パーツ構成は何あるよ。色分けパーツ構成は、まあ何がある。それは認める。けど、全然、1000円だぜ、これ。1000円で、これだとよくね？すげえコスパよくね？ 1000 円だよ、これ。色分けはほどほど。稼働もほどほど。うん。よくない？俺、ちょっと、これもう一回これな、全種類欲しいわ、これ。うん。トールギス3ね、適当に作ってね、ポイしちゃったんだよね。もったいなかったな、あれ。うん。完璧だよね。このバランス、最高。完璧。もう、なんか、大川さんのに近い体型なんだよ、なんとなく。大川さんにちょっと近い体型で、この HG すごく好き、俺。うん。なんかただし、100分の 1? の方が、ちょっとね、100分の1のでかいやつがね、全部なんだけど、ほとんど足だよね。うん。多分足が長すぎるって言われたのかもしんないけど、調整されたの知らんけど、このね、エンドルストラッツ版の当時の100分の1で全部足が長えよ。だってヘビーアームズなんてほとんど足だもんね。うん。まあ、サンドロックもだけど、みんな足が長えの。うん。大河原版が大好きな友達がね、何これほとんど足じゃんって言ってたから。うん。この当時の100分の1、全部マジで足が長えから。うん、友達がほとんど足じゃんって言ってたからね、ほんとにね。うん。それに比べると、その100分の1の多分足が長すぎるって反省か、ちょっと足を短めにしてあって、どちらかというとテレビ版のディスタイルに近い雰囲気、100点満点。文句だし。はい、皆さんね。ぜひともこれまあ、稼働と色分けは微妙かもしれんけど、ほとんどモナカかもしれんけど、まあちょっと買ってみてくださいよ。ビルドアップシステムで、まあ、作りやすいしね。うん。残念ながら、挟み込みがないんでね。挟み込み来たって言えないんですけどね。はい。まあ、そんな感じでね。
あの、これ、順次ね、全部、レビューしていくんでね。明日はね、ヘビーアーブチにしようかな。はい、そんな感じでね。プラプチでした。バイバイ。